平野紫仕様、ファンとのオープンな対話で、下ネタ解禁に挑戦。真摯な姿勢が新たな一面を明かし、共感を呼ぶ。キングプリンス、キンプリの元メンバーで、現在はソロアーキストとして活動している平野紫仕様が、ファンとの対話を通じて新たな一面を明らかにしています。 彼が自身のインスタグラムで行った質問回答で以前は多重とされていた下ネタについて率直なコメントをし、それに対するファンの反応がネット上で話題となりました。本記事ではその中でのやりとりや彼のファンとの心の交流に焦点を当て、平野仕様の新たな一面に迫ります。 ファンとのオープンな対話平野仕様は7月に自身のインスタグラムアカウントを開設して以来ファンとのコミュニケーションを大切にしています。彼は10月9日に行った質問回答でお胸かお尻どちらが好きという質問に大使以前のジャニーズ時代には NG だった下ネタについてもコメントしました。 平野はファンの質問に対して率直かつ気遣いのある返答を続け、その姿勢がネット上で注目を集めています。下ネタ、解禁の反応平野の下ネタ、解禁にはファンの間で賛否両論があります。一部のファンは新しい一面を楽しんでおり、平野の素直な発言に共感を示しています。 しかし、一方で下ネタを好まないファンもおり、質問の際には注意を促す声も上がっています。平野はこうしたファンの意見にも真摯に答え、ファン同士でい i になるのは嫌だなとのコメントでファンとのコミュニケーションを慎重に気づこうとしていることを示しています。ファンへの気遣いと自身のアイデンティティファンとのやりとりの中で平野は、 本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいで嫌という主張もしています。これはファンとの対話において彼が自分の本音や素直な気持ちを大切にしていることを示唆しています。また彼は自身を偽らずファンにはありのままの姿を見せることの重要性を強調しておりファンのみんなについてきてもらうことは罪悪感ありすぎてできない。 と述べるなど、自身のアイデンキテ,ティに対する姿勢が浮かび上がっています。平野仕様の生きる実感について過去のテレビ出演で、平野は口に満ちたまま食べ物を噛むことが好きだと告白し、生きているなという感覚を得る理由を語っていました。しかし、その中で、 この業界で生きているとあんまり生きているという実感がないと発言し一部のファンからは心配の声が上がりました。この発言に対してネット上では潮君の考えが聞けてよかった。素晴らしい人間性といった考え的なコメントも見られ平野のファンとの素直な対話が評価されています。平野潮がファンとの対話を通じて明らかにした新たな一面は 彼の素直で真摯な姿勢が反映されています。ファンとのコミュニケーションを大切にし、自身のアイデンティティを大切にする平野の姿勢は、多くのファンに共感を呼び起こしています。 彼がジャニーズ時代の制約から解放され、自分らしさを追求していることが伺える今回の対話は、アーティストとしての成長とともに、人間平野仕様の新たな一面を垣間見るものとなりました。一面